この試合前最後まだまだ行こうかなって。レグいつもここ見ると。あ、前ちょっと違うところに行ってたんですけど、友達が美容室原宿に出して、うんうんうん、それでそこから同い年の友達で、へー、あのオーナーも自分でやってて、すごいね、頑張ってやってたので、ここに行こうと思って。二十歳ぐらいから友達なんですけど、うんうん、最初飲みとも飲んで知り合ってて、すごい仲良くなって、うんうん、そこからすぐ遊ぶような、しょっちゅうすぐ遊んでた友達が、うん、店っすね、うん、店持って忙しいし、うん、俺も練習とかで忙しいし、遊ぶこと使わなくなったんですけど、でもまあちょっちょっと待ってって、うん、喜びの声じゃなくなったもん。暑くないですか？はい、顔がすげえ痩せたくないですか？うん、顔めちゃくちゃ痩せた。今何キロぐらい？今70。あ、でもそんなに体重は公開練習の時から72キロ。あ、でも暑いけどちょっと落ちてるかもしれない、うん、ちょっと72ちょっとで筋肉を落とさずに上に上げていきます。いい感じ。なんかそれ最近ずっと気にしてるもんね、はい、どれだけ試合当日パワーを持っていくか、日頃から俺節制してるんで、減量期間入ってあんま関係ないんですよ。そうだね、今年1年こうずっと体絞れてた感じするもんね。3月6日のその日にかけて一番いい、うん、すぐシフトチェンジじゃないですけど、試合の日程決まってすぐそのシフトに入れるようにしてたんで、かなりいい感じですよ。もともと2人はどういう関係なんですか？どういう風に知り合ってるんですか？いとこが同じ店で、あの竹の塚のいとこ、はい、はいはい、もうそうだし、まあなんか同い年で、同い年で友達の紹介で知り合って二十歳ぐらいの知り合って、うん、しょっちゅう遊んでて、毎日渋谷とかで飲んで遊んでたんですよ。飲み歩いてたんですよ。やばかったよね。やばかったよ。毎日です、ね、本当に会わなきゃなかったもん。ちょうど K-1 やめてぐらいです、はい、本当自分の中でのもう夏休み期間みたいな人生だったんです、あの時は。飲み行ってで夕方ぐらいから誰かと合流して飯食って、うんうんうん、で飲んで朝から飲んで帰るの本当昼前とかそんぐらいで帰って寝てまた夕方起きてまた飲み行って繰り返しして、うんうん、まあでもあれはあれでああいう日々も楽しかったなっていう、あの日があったから。確かに ああいうのでもう遊び飽きたから、うんうん、今すげえ真剣にこんな努力できてるっていうのもあるのかもしれない。だから結構遊び飽きない大人の人とかいるじゃないですか、同年代の人すげえ元気だなって思うんですよ。よく話すよね、うん、元気だよなって思うよね。仕事っていうか、まあ、僕練習とかで、まあ、それメインでやってると頭の容量って誰もこれもできないじゃないですか、うんうん、だからちょうど同い年って思うんですけど、この店出したのいつぐらいだっけ？去年の4月22日です。4月22日、あ、15オープン22歳で店とか出して、うん、原宿の方を出して本当オーナーでやっててすげえな。すごい。あの、レン君のいとこもさ、すごいよね、その、はい、僕らの美容師さんっていうと、どっか一つの店でずっとこう、10年ぐらいやって、なんか独立みたいな感じじゃないですか。なんかこう、SNS でいろんな情報が見れる時代になって、正しい正解が自分で探せるようになって、いらない段取りがなくなったかもしれないですけど、練習とかもそうだし、無駄な練習ってめっちゃあるわけじゃないですか、今でもやってる人いっぱいいるし、それをどう自分で選択していくかね。でもだからといってずっと自分の我流でやってちゃ絶対進化わかんないから、やっぱいい人のところに飛び込んでみていいものは盗んで、でこれはいつ買えるなっていうものを自分で選別していくっていうか、我流じゃ強くなれないけど
教わりつつ自分で考えるんですよ。調べる情報とかがもすごいいっぱいあるよね。そうですね。まあ変な話、YouTube 見てくと勉強できるかもしれないし、ずっと YouTube 見てるんですよ。髪もずっと長かったんですけど、こう来て、キロに切ってもらって、思いっきりイメチェンしたの、黒が。だから、はい、あのこの YouTube の動画を見てる人は、あのこのヒロの店来て、レンカップっていうのを同じ髪型にできます。レンカップはいつでも。会見前のあれだそう。あ、もうずっと短くしてからです。へぇ、会見前もそうだな。会見前もそうだな。でもさ、レンカの熱狂のことを気づいてる人たちみたいな。ああ、はいはい。確かに。俺の前にちゃんと、俺の好きなものも溜まってっていうか。そうだね、そうだね。CNS さん、もっとやばいことになりますよ。楽しみだね。試合前なのにこんな落ち着いてる自分が怖いっすね。あでも毎日違う。全然違うっす。なんか戦いに行くわみたいな。まあスタジオで戦うっていうのもまたなんかそういう感じであんのかもしれないですけど。よくこう言われるその観客がありなし全然違う。ああいやでも観客あった方がそれは燃えるし、シャーってなるとは思うんですけど。友情してでもやっぱこう気分を作れるし、でもこうやっぱ UFC とか目指してやっていくんだったら、やっぱ UFC とかでもそのスタジオファイトは今でもいっぱいやってるじゃないですか。今の時代に言ったその試合の作り方なら、そのまあその時代に合ったやり方になれるしかないんじゃないかなって思います。コロナも続けば全然変わると思うんですけど、ブラジルあのこの間の気持ちだったんだけど、そんなにこうあそこに人入る感じ、どういうオーダーで適当に大体こんな感じでこんな感じでくらい、こだわり強いのは細かくはあんま言わない、言わないで、あともお任せじゃないけど、なんだろう、合う感じでなんか俺の組み方を決める中でかっこいい髪型ルールがあって、決めすぎてる髪型ってすごいじゃないですか。適当にパッてってこういうのがかっこいいなって考えたんですよ。適当感が見える。決めすぎない。でも最近あのまた試合決まったあの紫の時の髪型がよく見るじゃん。ファイトカードだよね。はい、あれも似合ったけどね。なんかセンター分けみたいな髪型も結構僕最初やり始めた時はあんまり痛い子はいたけどそんなにいなかったんですよ。意外に髪型とかいないし、今すげえ多いんですよ。増えてる。髪アメリカに伸ばし替えてたら、ロングがめちゃくちゃあの東京を切ろうと思って。首太くなったよ。ああ、そうっすね。なんか、やっぱ髪の毛短くして、いろいろ気づかれるようになった最近。その耳のつぶり具合と。ほんと、ヒロとかとすげえ遊んだりしてた。賞金をやめるタイミングで、まあ、新たに目ができたからこそしっかり抜けたんだけど、抜けたとはゼロからのスタートだって、割とあのぐらいの時、途方に暮れてたかも、だからまあ遊びに走ってたっていうのがあって、それがダメだったことじゃないんですよ。あの時期もあったから今、人間的な部分で成長すごいできたし、あの期間でいろんな人を信用したり、まあ騙されたりとか。騙されてるんですか。騙されるっていうか、そんなんいっぱいやってくるんですよ。あ、まあね、本当の格闘家やってるんですよ。若い格闘家に気をつけてほしいなと思うんですけど、本当にありえないような美味しい話が持ってくるやつは本当にたくさんいますよ。僕もそれで騙されかけて、騙されたこと実際あるし、いい勉強になったんですよ、ね、で騙されて。で、あ、こういう人間はやっぱダメだなっていうか、大体自分がいつも思うのは、直感でこいつダメだなって言ってたんですよ。だから、自分の直感を信じて、素直に生きれば、途中騙されることがあったとしても、必ず自分に納得いく人間関係を作っていかないと。だから、あの時から途方に暮れてたけど、今は本当に格闘技やってて、練習してて、俺活躍しちゃったら本当すごいスターになっちゃうなと思いながら、だからそう思えるんですよ。寝る時も朝起きた時からもそういう風に思えるっていう。だから練習もクリアめっちゃ楽しみですね。ありがとう。またまた。ありがとうございます。ありがとう、また。じゃあ、また。じゃあ、じゃあ、ありがとう。
皆さんもよかったら行ってください。